やっぱり人権軽視の姿勢、日本の政治のですね、それがあらゆる分野にですね、マイナスの影響を及ぼしているというふうに確信をしております。ビジネスもそうですし、経済もそうですし、あるいは教育問題や格差、貧困問題、多様性を否定するような問題、再審制度が先進国でも非常に遅れている問題、いまだに日本は先進国なのに死刑制度というのが残っている問題、などなどですね、もうあらゆる問題の根底にはこの人権軽視、日本の国力を削いでいるのは人権軽視の今の政治の姿勢だというふうに私は強く思っております。で、我々も相当努力をしておりますけれども、今の自民党政治では実現はなかなかできませんというふうに私はもう見切ってますんで、ですから微修正みたいな何か提案をして、やっていただきたいっていう話ではもう追いついていきませんので、我々としては次の総選挙でですね、こういう問題を大きく掲げて、政権を交代すると、そして実現をするということを国民の皆さんに訴えていきたいと。どうしても勢いですね、日本ではその人権という言葉がですね、何かそういう方を保護するとか、ちょっとそういうようなニュアンスで、受け取られがち、そういう側面もあるんですけど、そうではなくて、やっぱり活力、そして一人一人の持ち味が生きる社会を作ると。一人一人のそういう持ち味が発揮できるような、そういう社会を作っていくということで、何かその人権という言葉がですね、人権活動家とか、なんかこう、何か時々、そういうようなニュアンスなので、人権というのは本当にかけがえのないもので、先進国の中でも本当に日本は人権後進国なんだと。ジャニーズの問題も、統一教会の問題も、今起こっている児童虐待も、不登校も、過去最高の数字を示しちゃってますよね。自殺される方も、去年1年間の統計では、毎日毎日、1日あたり60名もの方が毎日命を絶っておられると。孤独死の調査についても、民間がやると数万人孤独死だと。で、政府は孤独死の調査は一切しないというふうに頑張ってるわけですね。ですから、そういうもうあらゆる今社会で起こっている問題の根底に、いじめの問題もそうですけど、人権問題があるので、これはもう本当に大きな力を注いで、取り組んでいきたいテーマですので、ありがとうございます。あ、すいません。